17歳愛犬リオの闘病生活を経験して、これはね絶対持ってた方がいいなって思うものをシェアしたいと思います。必要なタイミングって突然やってきたので、お守り代わりに持っておくと安心です。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そしてお空に旅立った17歳の愛犬リオ娘と、こちらはちびっこマイティ3歳です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みになります。今日ご紹介するアイテムはあくまでもリオとの介護生活、リオとの闘病生活の中でこれがあって本当に良かったなって思ったもので、病気の進行具合だったりその子その子の状態によっても変わってくるので、必ずしも全部がねその子に必要なものっていうわけじゃないと思うんですけど、そのあたりはご了承して見てもらえるとありがたいです。1つ目、グーグードギーベッド。リオの後ろ足がね徐々に弱り出した頃から、老犬のね体に優しいベッドはないかなっていう風に探していて、インターベッドで実際の商品を確認して、あ、これ使ってみようって思った商品です。夏にウクライナの動物たちを支援する愛犬ちゃんたちのチャリティー撮影会を企画した時も、こちらのグーグードギーベッドさんの社長さんがチャリティーだっていうことでぜひとも貢献したいっていうことで、なんとねドギーベッドを、高級なねドギーベッドを4つもねプレゼントしてくださったんですよね。ベッド自体のレビューはまた追ってさせていただきたいなって思ってるんですけど、特にね本当最後の闘病生活約2週間、この間でこのベッドの良さ、このベッドがあってすごい助かりました。っていうのは主に病院へ毎日通院しないといけなかったので、その往復の移動の時、車の移動の時にリオの負担を限りなく最小限にできる、ゆったりできるっていう部分ですごく助かりました。すごくねしっかりとした素材なので、思った以上にねびっくり、届いた時はびっくりしたぐらいしっかりね体を支えてくれますし、 S サイズでも十分なサイズ感なんで、ダックスのリオでもゆっくり体を休めることができる。ただね逆にサイズがしっかりあるんで、助手席にはね乗せるの結構厳しいかなっていう感じなんですよね。なので我が家の場合は後部座席にそのベッドを置いて、その横に私が乗ってるっていう形で使ってました。やっぱり死に明けになって寝る時間増えると思うんですけど、体調が厳しくなってくるとより一層そういう時間も増えてくるので、その寝てる時間っていうのも使って少しでもリオが楽に快適に過ごせたらいいなと思って探してて出会えたベッドです。2つ目、2種類のシリンジとシリコンスプーン。お薬だけだったらこういったね小さいシリンジ、注射器のね針がないようなあの器具なんですけど、例えばお薬をヨーグルトやチュールとかに混ぜてあげる、そういった場合には量も少ないのでこういったちっちゃいのでも大丈夫なんですけど、リオの闘病生活の最初のうちは以前 YouTube ショートでもご紹介したお薬ちょうだいっていうペースト状のものがあって、漢方の錠剤のお薬にそれを直接つけて食べてくれてたんですね。それも徐々に嫌がるようになっちゃったんで、後半戦はお薬を粉状にしたものをペースト状のご飯に混ぜてあげてました。なのでね、同じリオの場合でも同じ子でも今はねお薬普通に食べてくれてるから大丈夫っていう風に思ってても、病状とかが変わっていくと他のあげ方を考えないといけなくなったりします。そういう場合もあります。あとリオの場合、闘病生活2週間のうち半分ぐらいかな、最後半分以上かなはご飯なんとか食べてくれてたんですけど、最後の方はご飯の送り込みが難しくなって、前歯の方から、前歯に近い方からお口に入っていって喉の奥の方に送り込み、あの食材っていうかご飯を送り込むっていうのが難しくなってきていて、でそれは前からあった歯周病の影響もあるんですけど、腎不全でよりそれが悪化してしまって歯が痛いような素振りを見せてたんですよね。でそれもあってうまくねご飯を自分で噛んで
送り込むっていうことができなくなっちゃって、それでも食べたい気持ち、食べようとする感じはあったんで、家にねたまたまあったこういったシリンジ、注射器の針のないような器具なんですけど、これはねもともと毎月尿検査をしてたんで病院から 2,3 セット もらってたんですよ。こういう風にパッケージにして準備してすぐに尿検査できるようにっていう形で持ってたものなんですけど、これがたまたまあったんで手作り食のものをペースト状にして、ブレンダーでペースト状にしたものをこの中に入れてあげてたんですよ。なんですけどブレンダーにしてもどうしても残っちゃう小さな粒、あの野菜の粒とかあるじゃないですか。でこの先端がすごく細いのでそこに詰まって出せなくなっちゃうんですよね。押してもペースト状が出ないっていうことになってしまって、でちょうど年末年始でお店も開いてない、なんでとりあえずねシリンジの先、この先端の部分をペンチみたいなもので切り込みを入れてちょっとね大きくして無理やり対応したんですけど、それでもやっぱり詰まっちゃうぐらい元々がちっちゃいんで、そういった感じで困ってたんですよね。で薬だったらご飯じゃないから本当に元々綺麗なペースト状になったもの、例えばヨーグルトとかチュールとかそういったものは小さいシリンジでも薬とかだったら大丈夫だと思うんですけど、やっぱりご飯となるとある程度の量が必要なので、やっぱりねこんなにちっちゃい穴がちっちゃいと大変なんですよね。ここがね小さいと何度もねご飯を入れて何度もそれを繰り返さないといけないんで、本人もね食べたいよっていう気持ちがだんだんね失せてしまうし、リズムよく上げることもできないし、もう集中力なくなってどっかテクテク歩いていきたいよっていう風になっちゃうんで、なので後からこの 30ml のニプロさんのシリンジを購入しました。まあ、ご飯の場合は最低でもねこの量ぐらいは欲しいかなっていう風に思いますね。1回に出す量は自分でねこのこっちの押す方で調整できるので、ワンちゃんがちゃんとごくんできたかなっていうのを確認しながら少しずつね少しずつ調整してあげることはできるし、ただここの量、ここの部分がねここの容量が多いんでペーストのご飯を入れる回数っていうのはこれがあるとかなり楽になりますね。なんでリオチはこれ2本購入しました。でその子のね食べる量によっても変わってくるんですけど、最初からこれを2本とか3本とか用意しておけば愛犬ちゃんは待つ時間全くないので、その部分ではねすごくね愛犬ちゃんにもとってもいいですし、飼い主さんにとってもさっき私がやったみたいにねこれはちっちゃいのでね必死になってぐしょぐしょにならなくても済むっていうメリットがあります。あとそれと一緒にシリコンスプーンも購入しました。やっぱり闘病生活や介護だとペースト状のご飯をあげる機会って増えると思うんですよね。で私なんかは最初シリコンスプーンなかったんでお箸とかあとバターナイフで使ってたんですけど、そもそもがちっちゃいしもう全然ね入ってるんだか入ってないんだかみたいな、もうぐしょぐしょになりながら大変だったんですよね。なんでこういったシリコンスプーンがあればブレンダーでペースト状にしたご飯の容器からもすごい綺麗に取れますし、入れる時も入れやすいっていうメリットがありますね。ただこれだとヘッドの部分がちょっと大きくて 30ml だと、まあ、斜めにすればちょっと先端が気持ち入るかなぐらいなんですけど、こういう風には入らないんでもう少しねヘッドの小さいものがいいと思います。確か無印さんとかでジャム用だったかな、あのもうちょっとヘッドの小さいものがね確か出てたと思うんで、まあ、今後のねマイティのためにもねそちらもね購入しておいてあげた方がいいかなっていうふうに思ってます。でやっぱり毎日毎回のことなので、こういったね便利なグッズを使うことでお世話がねすごく楽になると思うし、飼い主さんだけじゃなくやっぱりスタンバイしてる愛犬ちゃんの方もちょっとでもね、そうじゃなくても体つらいって思うんで、ちょっとでも快適に、ちょっとでもスムーズにね、やれる道具っていうのはね、すごく大事だなって思いました。欲しいって思ったタイミングは、何かしら愛犬ちゃんにその病気だったり出てきてしまった時なんで、精神的にもね、参ってる時だと思うんですよ。愛犬ちゃんにもついててあげたい。で、そんな時にお店を回ったりとか、あとネットでリサーチするのって結構大変なんですよね。パニクってる自分もいるし、何が必要なのか分かんなかったりとかする場合も多いから、だから
そういうことを考えると今のうちにね、避難グッズじゃないですけど、そんな感覚で用意しておいてあげた方が絶対にね、もう使わなかったらそれでお守り代わりでいいと思うんで、準備しておいてあげた方がいいと思いました、本当に。で、残念ながらこのスプーンとシリンジが届いた日にリオッチはお空に行っちゃったんで、彼女にね使ってあげることはできなかったんですけど、まあ、今後ねマイティのためにしっかり保存して保管しておいて、いざっていう時にね使えるように準備しておきたいと思ってます。3番、機能素材の洋服。リオが着てたのはアイドッグ&アイキャットさんの機能素材の洋服で、いろんな特殊機能が備わってる素材なんですけど、歩行改善、血行促進、リラックス、蓄熱保温、消臭抗菌、 UV カット、これだけのね機能が一つの素材に含まれてるんですよね。特許取得の素材なんですけど、私が注目した機能としては、もともと後ろ足がね若干弱り気味であったんで、歩行改善、健康な体に欠かせない血行促進機能、病院で長時間の点滴とかもあったんでリラックス機能、真冬だったので蓄熱保温、個人的にはね無地が良かったんですけど、もうなくって、リオッチはアイボリーとピンクのボーダー柄にしました。実はねこの洋服が届いてすぐにリオッチがモデルさんをやってくれたので、その動画も今お見せしますね。リオは脇の下に大きな腫瘍があったので、ゆったり着てほしいっていうのがあったんですよ。でダックスサイズが売り切れちゃってたっていうのもあるんですけど、サイズを相談したところ L サイズでもいいんじゃないかっていうお話をいただいて L サイズを購入しました。 L サイズでねゆったり着れるんで、リオッチ的にはねちょうど良かったです。この上からマルカンさんの着脱のしやすい着る毛布を着せてました。病院で1日8時間とかねいう長い時間静脈点滴をしてた時もあったので、通ってたので、その間もねちょっとでもリオッチがリラックスというかね、その気持ちが、そのストレスが軽減できるようにと思って探して購入してみました。正直ねリオッチが直接言葉で話してくれたわけじゃないんで、効果のところはわからないんですけど、病院でね離れてる時間も何かケアというかねしてあげられてるっていうね、私のちょっとの安心感っていうのはリオッチにもね伝わったんじゃないかなっていうふうに思ってます。今日ご紹介したアイテムは可能な限り概要欄のリンク、楽天ルームに載せておくので、気になる方はチェックしてみてください。4つ目、ピルカッターとピルクラッシャー。ピルカッターはこちらなんですけど、錠剤を半分に切る器具なんですよね。これはね100円ショップで購入しました。で、ピルクラッシャーは錠剤を粉にする器具、これはネットでも購入できますし、一部のドラッグストアだったり100円ショップでも購入できるんですけど、私が欲しかったタイミングで近所のお店に電話をしたんですけど取り扱いがなくて、でも急いで欲しかった、使いたかったっていうのがあったんで、このね調理器具のニンニクをギューって潰して出すやつ、これを代用に使いました。これをね持ってる人の方が少ないとは思うんですけど、我が家にねちょうどたまたまあったんでこれを代用してみました。さっきもねお伝えしたんですけど、こういったものが必要な時って本当に急に前触れもなくやってきたりとかするんですよね。それをね本当に今回の経験で痛感しました。しかもね愛犬が病気になった時って少しでもそばにいてあげたいじゃないですか。なんでねお店を駆けずり回ったりとかネットでいろいろ探してるより、本当に近くにいてなでなでしてあげたりとかするだけでもやっぱり気持ち的には違ってくると思うんで、そういうね時こそ時間ってすごく大切になってくると思うんですよね。なんでピルクラッシャーもピルカッターも100円ショップで購入できるお安いものなので、いざっていう時にはね絶対ね準備して持ってた方がいいと思います。5つ目、水ボトル。これはリオがね一瞬ね水を飲むの難しいかなって思った時があって、で他のワンちゃんが愛犬介護で寝たきりの子がねお水を飲む時にこれに似た調味料のドレッシングっぽかったかな、ドレッシングを入れる容器みたいなのでお水をあげるのを動画で見て頭にあったんで購入したものです。もう寝たきりとかになったら絶対こういうボトル必要になると思うし、まあ、リオッチも長期戦で考えてたので今のうちに買っとかなきゃって思って購入しました。
でこれはホームセンターで購入したんですけど、車のオイルを挿す用途のものなんですよね。で先も細いのでお口に入れた時にそこまで違和感なく飲んでもらえると思ったのが、まあちょっと選んだ理由の一つです。でこの立てた状態で持っておけば、車の移動とかでも水が漏れてくることっていうのはあんまりないと思うんで、まあ、持ち運びっていうところも考えました。なんでドレッシングとかだと蓋がついてると思うんですけど、もうちょっとねお口が広いんですよね。なんでこっちにしました。出てくる水の量もねこうやって見えるかどうかわかんないんですけど細めです。こんな感じね。マイティにあげるとしたら、剣歯の奥の歯がないところをめがけてピューッピューッってちょっとずつちょっとずつねあげる感じですね。お口のね歯のねないところからピューッって、あこっちからだと見えないか、こっちだとねちょっとやりづらいかな、ピューッってこれを入れてピューッね、こんな感じです。6個目、ブレンダー。これは闘病生活の前からお腹がねちょっと緩くなった時とかに手作り食をペースト状にするのに使ってました。なんで年齢とともに消化器系の臓器の機能が落ちてきたりとかして消化しづらくなったりとか、あと歯周病から来て歯が痛くなって食べづらくなってきたりとか、硬いものが食べづらくなってきたりとか、そういった時にすごくあると便利です。我が家は手のひらサイズの小さなブレンダーを使ってるんですけど、その方がお手入れしやすいですし、まあ普段ねお料理でそういったあのブレンダーとか使わない私みたいなタイプの方だとちっちゃい方が使いやすいかなっていうふうに思いますね。ディオッチとマイティの量であれば小さな手のひらサイズで十分です。あとは普段の手作り食の時に硬い食材を使う場合には、まあ、人参とかね細かく切ってあげたい食材を使う場合にはブレンダー使ったりもしてます。このブレンダーに関しては闘病生活とか老犬介護に入る以前のライフステージでもあったら何かと役立つことがあると思うんで、特に手作り食をされている方とかはもう必須アイテムだと思いますね。7個目は温灸セットです。やっぱりね体を温めて血流を良くするっていうことはもう健康に欠かせないですよね。これはねあの以前のショート YouTube ショートでも紹介したんですけど、この中にねこういうこのフックの部分に小さな温灸を差し込んで火をつけて、でこの状態でこういった感じでワンちゃんに当ててあげる器具なんですよね。すごく使いやすいって思ってます。ワンちゃん用じゃないんですけど、ワンちゃんの温灸やってる方の動画を拝見したらこれを使ってたんで、これいいなと思って購入しました。この温灸器でつけてすぐはね暖かくならないんで、ちょっと時間が経つと暖かくなってくるので、少しずつ少しずつ、それからタイマーを15分ぐらいセットしてリオッチに当ててました。でリオッチは腎不全、慢性腎不全だったので、腎臓の腰のあたりを中心に、まあ、寝てる時が多かったかな、寝てる時にやってあげるみたいな感じでした。15分のタイマーが鳴って終わったら私の肩こりに使ったりとかして、やるとやらない人では体の温まり方とか肩こりの感じが違うんで、やっぱりね効果はあの鈍感な私でも感じられてました。リオッチもまんざらではないお顔してくれてたんで、やっぱりちょっと楽になってるのを感じてくれてたのかなっていうのはありますね。血流、血液の流れっていうのは本当に大事だし、いろんなね専門家の方がそういう風にアドバイスしてくれたっていうのもあって、体をね効果的に温められて、しかもね何といってもお家でできるケア、リオのために何かしてあげられるっていう、それもね幸せ、そういった幸せを感じることもできました。8個目、携帯用の酸素スプレー。私は獣医さんでもないので、具体的にねどのタイミングでどういう風に使うのが一番効果的かっていうのはお伝えすることができないんですけど、これもね実はいざっていう時のために2年ぐらい前かな買っておいたものです。実際にリオが最後息を引き取ったタイミングで使いました。それが良かったのか悪かったのか意味があったのか
正直ねわからないんですけど、さすがにね何もしないではいられなかったですね、その瞬間で。一般的にはこれを使用するタイミングっていうのは動物病院への移動中のタイミングが多いんじゃないかなっていうふうに思います。なんで愛犬の緊急事態収納ケースみたいなのを用意してるんですけど、緊急事態の時に使うものを入れる収納ボックス、それに酸素スプレーと、あとリオッチの発作が収まらなかった時に座薬を念のため病院さんがくれたんで、その座薬もそういったボックスの中に入れて一箇所にまとめるようにしてます。でこれ購入する時には外にビニール袋、薄いビニールの膜みたいなパッケージがされてるんですけど、それは取っておいた状態で保管してました。要はすぐ使える状態でっていうことですよね。実際にある愛犬家ママさんがパニックになっちゃって、そんな簡単にね普段だったら取れるビニールももうなんか手こずっちゃって開けられなかったっていうことを聞いてたので、ビニールは取っておいた状態でやっておいてね、私も本当良かったなっていうふうに思ってます。すぐ使えるんでね。なんでこういった愛犬ちゃんの緊急グッズに関しては一つの場所にまとめておいておくのがおすすめです。でさっき言った酸素スプレーのビニールのように、急いでねこういった急いで使うようなアイテムに関してはすぐ使えるような状態にしておくのも重要なポイントだと感じました。リオとの闘病生活は約2週間だったんで、1年も2年もね長期間で介護されている方だとか、長期にわたってね愛犬ちゃんの病気と戦ってらっしゃる方はもっともっとねいろんな経験だったり知恵やアイデアがあると思うんですよね。なのでこういったことをしたら愛犬がすごく楽になったよとか、このアイテムは使ってみてすごく良かったよっていうのがあればコメント欄で教えてもらえるとすごくありがたいです。今こうしてる間にも頑張ってるワンちゃんがいっぱいいると思うんで、ちょっとでもねその子たちが楽になるようなヒントを愛犬家同士コメント欄で情報交換できると嬉しいなっていうふうに思ってます。今日みたいな愛犬家の役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると他の愛犬家仲間にも広がりやすくなるので、ぜひポチッとご協力をお願いしますね。それではちびっこマイティと See you next time! Bye!